どうも皆さんこんばんは、工藤です。3月8日の火曜日夜の8時28分です。はい、ちょっとね、今日の収録は遅い時間ですね。いつもよりね、ここ最近はちょっと早めに撮ってたんですけど、ちょっといつもより遅めに撮っております。はい、というのもですね、私今ですね、めちゃくちゃ胃が痛くて、この今喋ってるこの状態、今この段階でもうね、めちゃくちゃ胃が痛くてですね、もう辛い、辛いです。めちゃくちゃ辛いんだよ、今。ちょっと理由はわかんないんだけど、今日夕方くらいに仕事が終わって、その後くらいかな、仕事中は全然何にもなかったんだけど、仕事終わった後に、なんか急に、なんか、なんだろうね、どういう痛みって言えばいいんだろう。なんか、普段、私ね、潰瘍性大腸炎って病気だから、まあ、お腹が痛くなること、その、なんていうのかな、おへそより、まあ、おへそあたりから下みたいな部分が痛くなることはまあ多々あるんだけど、おへそより上の部分、その胃の部分が痛くなるっていうことがまあないんだよね、ほとんどないんだけど、めちゃくちゃ今そこが痛くて、その完全に胃なんだよね。みぞおちよりちょっと下、まあみぞおちあたりかな、がめっちゃ痛くて、本当にね、夕方から痛くて、ずっと。なんかお風呂入ったりしたら治るかなとか思ったんだけど、お風呂入っても治らなくて、で、空腹が原因でなんか痛いのかなと思って、夕飯も食べたんですけど、それもダメで、一応薬は飲んだんだけどね、一応。胃腸薬。飲んだんですが、はい、なんか、効いてんのか効いてないのかよくわかりませんが、はい。めちゃくちゃ胃が痛いです。なんだろうね、原因は。一応、今私が飲んでる、薬の中に、ステロイドっていう薬があるんですけど、その薬の、副作用で、胃が荒れるだったかな。っていうのを、先生に、病院の先生にね、聞いていたので、もしかしたらそれかもしれない。のかなって思ってます。はい、でも今ね、そのステロイドの飲む量をこう1週間2週間とかかけて、こう徐々に徐々に減らしていっている状態なんですけど、なぜこのタイミングでその胃が痛くなるのか、まあ副作用だとして、副そのなんだ胃の粘膜がやられちゃっているのか、何なのかはよくわからないんですけど、もうとにかく胃が痛いです。寝れば治るかな、治ってほしいな。これが朝まで続いたらもう治んないね、多分ね。これちょっと病院行かなきゃいけなくなるパターンかもしれない。はい、大体の、まあ、痛みとか、まあ、腹痛もそうだし、頭痛とかもそうだけど、大体寝ればね、次の日ぐらいにはちょっとは良くなったりするんだけど、それが改善されないとなると、寝てもダメだってなったら、ちょっとさすがに病院行かなきゃいけないかな。いや、めんどくさいな。31日に病院予約してるんだけどね、病院予約してるから、まあその日には行くんだけど、どうすっかな。本当にね、困ったね、まあ、まだね、今日夕方になったばっかだから、もうちょっと様子見てみるところではあるんだけど、ちょっとさすがにまだね、早急すぎるかなって気もするけど、ただ、まあ、痛いは痛いんだよね、苦しい。普通に仕事できるかって言われると、ちょっと、微妙な感じですね。なかなか集中できないんだよね。寝てるでもね、まあ立ってるのはきついな、でもな。座ってなんとか。まあ、寝てれば少しは楽かなぐらいの
感じで、はい、治るといいな。はい、薬も飲んだんでね、もうちょっとで効いてくるとは思うんだけど、うん、でも飲んでからもう1時間くらいは経つんだけどね。はい、というわけで、じゃあ今日もちょっとこんな状態ですけど、あの配信やっていきます。はい、ただちょっと胃が痛いので、ちょっと小ネタを2つほどお話ししようかなと思ってます。はい、ちょっとあんまり大きい話題というか、はい、長くなりそうな話題はちょっと避けつつ、2つほど、まあ、小ネタをお話ししようと思います。はい、まず1つ目、まず1つ目はアンカーのお話で、アンカーのウェブ版のお話ですね。うん、アンカーのウェブ版の、どう、なんて言うんだっけ、この UI っていうのかな、がちょっと変わりました。はい。変わったね。はい。で、どこが変わったかっていうと、アンカーの、まあ、アンカーで投稿したことない、音声を投稿したことない人とか、使ったことない人には何も関係ない話なんだけどね。ごめんなさいね。アンカーのそのエピソードっていう、ところがありまして、で、そこにこう、自分が配信しているエピソード一覧がね、こうずらーっと並ぶんですけど、はい。で、そこから、例えば、なんか適当なエピソードを選びますよね。例えば、今日朝配信したグランツーリスモのエピソードを選んで、で、それをこう、編集しようとすると、っていうか、編集するためには、まあ、編集ボタンをこうポチッと押すんですよ。で、そうするとエピソードのタイトル、エピソードの、まあ、ディスクリプション、説明とか、あとは、配信される音声のデータとか、あとは Q&A とか、まあ、いろいろ、編集することができるんですけど、そのエピソードのね、編集することができるんですけど、そこの画面がね、ちょっと変わりました。はい、昨日からかな、確か。昨日か今日の朝気づいたんだけど、うん、変わりましたね。うん。まあ、ちょこちょこね、アンカーこういう、なんかちょっとしたマイナーチェンジみたいなのがたまに入るんだけど、うん。まあ、今回もマイナーチェンジが入ったのかな。はい。まあ、おそらくウェブ版のアンカーだけなので、iOS 版とか Android 版のアプリは、何も変わってないとは思うんだけど、とりあえずウェブ版の、はい、アンカーの UI が変わったというお話です。はい。まあ、特に変わったからといってね、何も、なんだろう、まあ、見た目がちょっと変わっただけで、特に配信するときに何も注意するべきとこもないし、うん、何もないんだけど、はい。ただそれだけ UI が変わったよっていう話ですね。うん、まあ、これ UI 変えるぐらいだったら、もうちょっとなんかね、もっと便利になる機能をつけてくれよっていう気はするんですけど、うん、例えば、そうだな、エピソードの一覧の中で、その検索機能をつけるとかさ、うん、アンカーのね、エピソード一覧の中からね、その検索して探すっていう機能ないんですよね。うん、めっちゃめんどくさくないんだよ。だって、それ。うん。もうね、なんていうの、次のページみたいな感じで、どんどん矢印を押していくしかないんですよ。過去のページを、過去のエピソードを振り返るのためには、そうやって、もう、ポチッポチッポチって、もう、一個一個やっていかないといけないっていうね、めんどくささがあって、これはね、本当になんとかしてほしいなって思ったりするんだけど、仮にだって1年前とかに配信したさ、こうエピソードをちょっとなんだ編集したいっていうか、説明欄ちょっと間違ってたから変えたいとかってなっても、もうこれね、もう一個一個ポチ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 やっていくしかないから、うん、だからそういう検索機能つけるとかさ、なんかいろいろもっとあると思うんだけど、なんかそんなエピソードの UI をちょっと変えたぐらいのね、変化なんて別にあんま誰も望んでないと思うんだけど、うん、もうちょっとね、アンカーのその配信機能というか、
ンカーの機能自体ももうちょっとこう配信する側にこう便利になってってくれないと、うん、不便だなっていうところ結構ありますね。はい、うん、まあそんくらいかな、とりあえず。ふう、うん、はい、じゃあまず一つ目、ごめんなさい、まあ、ちょっとこんなところにしておこう、うん、ちょっとこれ以上はちょっと長くなりそうだからね、はい、とりあえずアンカーの、エピソード画面の、UI がちょっと変わったっていうお話でした。はい、ちょっと皆さんにはねちょっとあんまり関係ないお話なんですけど、ちょっと今日は許してくれ、許してください、本当に。でもう一つですね、これの方がちょっとまあ個人的には大きい話題なんですけど、大きい話題というか困ってることです。はい、Unext の調子がねちょっと悪いですね、うん、ここ3日ぐらい、ここ3日ぐらいだね、日曜日ぐらいからちょっと調子が悪くてですね、うん、原因が分かりません。で具体的にどう調子が悪いかっていうと、私基本的に Unext でアニメをほとんど見るんですけど、Unext で見てた異世界美少女ジュニコウジさんと、リーマンズクラブ、あと進撃の巨人、あと、舞妓さんちのまかないさんっていうね4作品を、まあ、とりあえずあるんです、その4作品があるんですけど、日曜日から、まあ、アニメをこう見てて、 Unext で今言ったね4作品が今のところUnext で、ね、うまく再生されません。うん。なんかね、原因は分かんないんです、本当に。なんかね、常にこう、丸い円がこう、くる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 回ってるような、こうローディングみたいな状態が続いてて、一向に再生されないみたいな感じ。で、再生されたとしても、ちょっと進んだら、またすぐくる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 ってして、ずっとくるくるくるってして、あれ?みたいな感じで。全然再生されないじゃんみたいな感じがずっと続いてるような感じです。はい、でまあそれでね、まあ、最後まで再生されればいいんだけど、最悪の場合ね、くる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 回ってる状態が続いた後、再生画面が閉じられるっていう強制的に再生が終了するっていうことも起きてて、うん、非常に今ね困ってます。はい、Unext 調子悪いです。サーバーの問題なのかな。スマホアプリの方とかはちょっと確認してないんで分かんないんですけど、一応ねパソコンのそのウェブ版の Unext で見たところ、まあ、その4作品がちょっと調子が悪いですね。うん、なんかね見れる作品を見れるんですよ。うん、日曜日はプリンセスコネクトとかは何の問題もなかったね。うん、同じ日曜日のアニメで、異世界美少女ジュニコウジさんも日曜日のアニメなんですけど、プリンセスコネクト、あと、なんだっけ、日曜日に入ってるアニメってなんだっけ、と。日曜日。なんだ。プリンセスコネクトと、ああそう、ありふれた職業で異世界最強も普通に見れました。天才王子の赤字国家再生術も見れた。普通に見れました。うん。なんだけど、その異世界美少女、異世界美少女ジュニコウジさんとが、なぜか見れなくて、なんかこのアニメ特有のあれなのかなと思ったんだけど、その次の日、月曜日に進撃の巨人を見たんですけど、進撃の巨人も全然再生できなくて、でそれでちょっと急遽ネットフリックスで見るっていうことになったりとか、はい、してて、うん、ちょっと困ってますね。リーマンズクラブも結局アマゾンプライムで見ましたね。はい、で今日舞妓さんちのまかないさんも見ようとしたら再生全然されなくて、
で、舞妓さんちのまかないさんに関しては、まあ、ショートアニメで、で、かつ、Unext 以外では配信されてないんですよね。無料で。うん。だから、もうしょうがねえと思って、何度も何度もくる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 回って止まるんだけど、もうそれでなんとか見切りました。短いんでね。まあ、短いからなんとかそれでいけたけど、これが30分のアニメだったらちょっときついなって思います。はい。1話見るのに30分以上かかっちゃうんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれは急、もう本当にね、早くなんとかしてほしいなと思ってます。はい。なんとかしてほしいなと思うだけじゃなくて、一応もう行動には移してまして、Unext のお問い合わせフォームみたいなのがあるんですよ。うん。があって、まあ、メールで問い合わせるみたいな感じで、問い合わせるフォームがあるんですけど、そこから、はい、もう早速ね、問い合わせさせてもらいました。はい。なんか、どの端末で見てるとか、どのパソコンで見てる、パソコンの OS はとか、どの作品がダメでしたかみたいなところも、さっき言った4作品が見れないです、みたいなことも書いて、一応 Unext の方に送ってみたので、まあ、これで何かしらね、改善されたらいいなっていうふうには思います。はい。というお話です。はい。もうどうなんだろう。私だけなのかな。うん。もし Unext 使ってる方でね、同じような現象に合ってる方がいたら、なんか教えてほしいなっていうふうには思いますね。うん。で、もし、別に私に教えなくてもいいわ。私に教えなくてもいいから、そうだね、Unext の方に問い合わせるのがいいね。うん。私一人の意見だけだとちょっとあれかもしれないから、同じね、現象に合われてる方の意見がこうバーってたくさん集まれば、まあ、何かしら対策はしてくれるんじゃないかなと思うんだけど、うん。何なんだろうね、よくわかんないや。うん、見れる。アニメだからってわけでもなさそうだし、うん、他の見れるアニメも見れるし、時間帯とかも関係ないと思うんだよな。ネット速度は、まあ、測ったりしても全然問題ない速度が出てるし、うん、400Mbps とかね出てたりするんで何の問題もないはずなんだけど、それともやっぱバッファーの状態がこうくる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 みたいな回る状態が続いてるんで、うん、ネット環境が悪いっていうわけじゃないと思うんだけど、はい、まあ一体何が原因なのかは分かりませんけど、とりあえず解決してくれさえすれば、まあ何だっていいんだけど。うん。はい。Unext さん、頑張ってください。お願いします。はい。というわけで、まあそんなところかな。喋ってたら治るかなと思ったけど、治んないな。本当に。ふぅ。まあ今日はちょっとね、おとなしく早く寝ようかな。まだ9時になってないけど、うん。いつもだいたい10時ぐらいには寝るんだけど、今日はちょっともうちょっと早く寝ようかな。これ以上起きててもただ辛いだけだからさ。うん。まあ、寝たら治るっていうところにかけて、早く寝るのもありかな。うん。というわけで、今日の夜はちょっと昨日の夜と違ってテンション変な方じゃなくて、テンションまあ低い方というか、体調自体がね、悪い状態でちょっと収録して、いるので、はい、まあ、こんな感じでお送りしましたけど、はい、ちょっと明日の朝以降はね、ちょっと元気になってればいいなとは思うんですけど、はい、よし、じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。はい、またね、明日の朝の元気に、なった、工藤と、お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。